小富木つまずく探偵1月並みな言葉ではあるけれど人間の運命ほどさっきなものはありません私が浮世のどん底といっても良い生活をやっと逃れて40歳になってから 仕事もあろうに私立探偵を開業するようになったのも全くさっきな運命の叱らしめたところだろうと思いますそうして私が私立探偵になって初めて深入りした事件にものの見事に失敗しそれっきり私立探偵を辞めてしまわねばならなくなったのも運命のいたずらといえば言えると思います私はこれから いわば私の一生の思い出にその事件の顛末を書き記しておこうと思いますその事件を記すためには当然私が私立探偵になるまでの波乱の多い生活について書かねばなりませんがそれは後で述べることにして私がバツバツ区三角三角町の裏通りに 私立探偵事務所の看板を掲げた時から話を始めようと思います三角三角町には成金として名高い原口新平の大きな和洋折衷の邸宅があります私の事務所はちょうどその原口邸の裏通りの町に面していまして事務所の2階から見下ろしますと高い兵越しに 原口邸の豪奢な奥庭の一部分が目に映じますこの原口という人は随分悪辣な方法で金を儲けたと言われて世間からつまはじきをされておりました一例を挙げると「誰にでもできる5万円貯金法」などという広告を新聞に出して地方の小学校教師などの苦心して貯めた金を自分の事業に投資させては うやむやにしてしまったということでありますまた訴訟の点においてもずいぶん非難されていまして大きな声では言えませんが人妻に対して無礼を働くことなど平気でしたということでありますその原口新平が私が私立探偵事務所の看板をかけてから10日と経たぬうちにあるよ自宅で 何もかに心臓を刺されて死んだのであります問題の人物であるだけに彼の非業の死は世間の大評判でありました何でもその晩遅くまで来客があって原口は西洋館の開花の事務室兼応接室で話していたそうですが客を送り出してから一旦元の部屋に帰った時に刺されたものらしく 女性がコーヒー茶碗などを片付けに来て惨劇を発見し、大騒ぎとなったそうであります。急報によって、警察の刑事たちは時を移さず原口邸に駆けつけて取り調べましたが、死骸のそばに狂気らしいものが見つからないので、自殺ではなく、確かに殺されたものであることが分かりました。その夜、女性は客を送り出してから 玄関の入り口のドアに錠を下ろし、一旦台所へ引き返し、それからお盆を持って応接間に行ったのでありますから、客を送り出しに来た主人の生きた顔を見てから、応接間で惨殺された主人の死に顔を見るまでには、わずか5分か7分の時間しか経っていないと、書生は主張したそうであります。しかも犯人はその間に教皇を演じて 完全にその姿を隠してしまったのであります。応接室の窓には内部から掛け金が下ろされていて、犯人が外部から入ったという形跡がさらにありません。しかも内部のものといえば、今年25歳になる独身の霊足多持と、加藤という前期の18歳の諸生と2人の女中だけで、 それらの人々に権威をかけることは不可能だと断定されましたそこで刑事たちは原口の机や金庫の中の書類を調べてその方面から犯人を物色しようとしたのでありますところが世間の噂以上に内部の事情は複雑したものであるらしく数日にわたって取り調べた結果かえって原口の悪辣な手段を裏書きする証拠が出るばかりで 原口殺害の証拠は何一つ上がらなかったのでありますことに刑事たちにとって不便だったのは原口の経営している初会社の総取締役をして原口の腹心の徒である阿部重郎がちょうど原口の殺された日からどこへ行ったかその行く先がわからないことでありました阿部はこれまで原口の命で家族に行く先を告げずに 1> 1週間や10日間や日地方へ旅行するのはまれではなかったのですから家族のものはいつもの旅行だろうと言っておりましたが原口の死は全国の新聞に報じぜられたのですから旅行先から電報ぐらい打ってよこしてもよいはずであるのにそのことがなく阿部の家族は一種の不安に襲われたのでありますいずれにしてもそのような事情で原口殺しの犯人は ままだ発見されなかったのであります新聞紙上で以上のような事情を読んだ私は「私立探偵として名をなすには絶好の機会だ」と思い自ら進んでこの事件を解決させてもらおうと決心してある日原口邸を訪ねて「私立探偵大久保豊」という名刺を差し出しましたすると零速の保つ氏は快く出迎えてくれました ご承知でもございましょうが私はお屋敷の裏につい先達から住まっておりますお父上様のご不幸は何とも早土壌に絶えません一週間たった今日なお犯人が発見されないようですから定めし残念でしょうと存じます私はお側に住まっていてお父上様のお姿も二三度拝見したことがありますから職業上黙っていることができず 何かお役に立てばよいと思ってこうしてお伺いしたのでございますと私は丁寧に言いました冷足は私の濃い口ひげと金縁眼鏡とに信頼したものかぜひ捜索をお願いしたいと言ってすぐさま私を強行の行われた部屋に案内してくれました私は冷則を見たのは初めてですがお父さんのでっぷり太った姿に似ず 痩せ型の神経質らしい顔をしておりました他殺であると分かってしかも犯人が内部のものでないと決まればどうしても外部から入ったものでなくてはなりませんしかも外から入った形跡がないとすれば当然考えられることは窓でも入り口でもないところからこの部屋に忍び入ったに違いありませんもしやあなたは 秘密の通路でもあることをご存知になりませんかと私は室内の机や窓際などを調べてから尋ねましたそんなものがあろうとは思いませんと冷則は答えました私は原口のような人間はきっと秘密の通路ぐらいこしらえておいたに違いないと思ったのであります駆け出しの私立探偵で これであまりその方面の経験がないにもかかわらず事情をやむを得ずしてなった私のことですから捜索にかけては警察の人たちにかなう道理はありませんで私は先日来新聞を読んできっと秘密の通路があるに違いなくそれさえ発見すればこの事件は解決されると考えたのでありますですから私はその秘密の通路の発見に力を注いだのであります ウォールペーパーの貼ってある四方の壁や、リノリウムの敷かれてある床の上を熱心に調べたのであります。けれども、どこにも秘密のドアらしいものはありませんでした。しかし私は、金庫が壁の中へ据え込んであって、金庫の扉と壁とが同じ平面にあるところを見て、もし秘密のドアがあるならば、金庫の付近にありはしないかという気がしました。 そこで私は金庫の付近の壁をそここことなく指で押さえてみたのでありますところが金庫から四尺ぐらい離れた右上方に当たる部分でウォールペーパーの一つの花模様の中央のところに付近よりも心持ち高くなっている指先ぐらいの大きさの高まりがありましたで私は少し力を入れてその高まりを押してみますと 果たしてバネ仕掛けになっていましたがそれと同時に異様な現象が起こったのでありますすなわち今まで壁と同じ平面にあった金庫がズルズルと後ずさりをしておよそ1尺5寸ほど奥の方へ動いてゆきました私は思わず零速保つしの顔を見ました 貴司は半ば口をあいてあっけに取られて生き物のように動いた金庫を眺め入りました私は直ちに近寄って金庫のあった部分を調べますとそこにできたくぼみの向かって右側の板壁に高さ2尺幅1尺ほどのドアの区切りが見えその手前のところに1個のボタンがついていましたそこで私がそのボタンを押しますと ドアは内側の方へパッと開き、土臭い冷たい風がさっと私の顔にぶつかりました。果たしてそれは、私の予期した秘密の通路だったのです。私たちはそれから直ちに相談を決めて、秘密の通路の探検をすることにしました。私は保津市にマッチと食材等を借り、二人がスリッパを履いて、 たたしししが先頭ととううなって、ててろうそくのあかかりを頼りに地下をして降りりををにちきまい天井は板で覆われ底面と両側とは比較的小さな方形の御影石でつくられておりました。 およそ四五軒進みますと一種異様な腐肉のような匂いがしてきましたから私は恐ろしい予感に打たれましたそうしてなお三軒ほど進むと私は底面に何者かが横たわっているのを見て思わず立ち止まりました見るとそこには和服を着た一人の男が首を横向け体を仰向けにして 倒れておりました死体は右手に担当を握り心臓部の傷から血が着物の上ににじみ出ておりましたそれを見た私は思わず手を離し食台が石の上へ落ちてろうそくが消え私たちは真の闇に包まれてしまいました私は早速マッチを取り出すべくポケットに手を入れましたが さっき確かに持ってきたはずのマッチがありませんでしたから、私は保つしに頼んでマッチを持ってきてもらうことにしました。変死した死体と一緒に闇の中にいることは、あまり君の良いものではありません。私は早く冷凍が帰ってくれればよいがと思いながら待っていましたが、どうしたわけかなかなか帰ってきませんでした。ようやく十分ほども過ぎたであろうと思う頃、 氏は懐中電灯を手にして帰ってきました「どうも遅くなりました」「マッチは応接室にも見当たりませんでしたから奥へ行って懐中電灯を探してきました」と保氏は息を切らせながら言いましたそれを聞いて私は胸のポケットを探りますとどうでしょうマッチはちゃんとそこにあるではありませんか いや、どうも失礼しました。マッチは私が持っていました。何しろこういう目に遭うのは初めてですから、少々興奮したと見えます。と、私は笑いながら言いました。私たちは懐中電灯の光で死体を検査しました。冬でありながら死体が腐敗しかけているところを見ると、死後少なくとも数日を経過したものであるらしく、 血染めの担当を握っているところから見ると男は確かに自殺したものと思われました私はうつむきかかっている男の頭をポケットから花紙を出してそれを隔てて手でつかみ少しく仰向けにして電灯で照らしましたこの顔をご存じありませんか私は尋ねました田本氏は 臆病な子供がガマを見るようなふうをして覗き込みましたがたちまち「いや阿部さんだ!」と叫びましたえそれでは先日来行方不明を伝えられている阿部重郎氏ですかと私は思わず問い返しましたそうですそうですそりゃ大変だ 早速警察に通知せねばなりませんがその前にこの秘密の通路がどこに通じているかを調べておきましょうこう言って私は保津氏の同意を得て先頭になって進みましたすると死体からさらに67軒行ったところが突き当たりになっていてそこにはやはり鉄の階段がありましたそうして階段の下のところに一足の下駄が置かれてありました たぶんそれは死体に属するものだろうと察せられました私たちは下駄をそのままにしておいて階段を上りました階段を上り詰めるとそこは木造りの館になっていまして板の間から光線が漏れてきましたよく探してみると一枚のドアがあってその情がやはり電気仕掛けになっていてドアのそばにあったボタンを押すと 扉はパッと外に開いて明るい光線が流れ込みましたそこから外へ出ますとすぐその下が原口家の奥庭の池になっていましたそうして今出てきたところを振り返ってみると驚いたことに内部から館として見えたのはもったいなくも朱塗りの稲荷の祠でありましたすなわち秘密の通路へのドアは 稲荷の祠の後ろ側にありまして稲荷さんのご身体は意外にもうつろであったのです私は広々とした庭の冬景色に見とれるよりも秘密の通路を作った人の頭の良いことを感心しましたお稲荷さんの祠を通路の入り口としたのは確かに良い考えだと思いました神様のことですから誰もはばかって近づきませんから 容易に発見されないわけであります保氏もこの発見にすこぶる驚いていました自分の家でありながら初めてこうした秘密を発見したのですからそれは無理もありません稲荷の祠は高い塀のすぐそばにありましたから私のうちはちょうどこの稲荷の祠からまっすぐに町を隔てた56軒先のところにあるのですが 私のうちの2階からはこの祠は見えなかったのでありますやがて私たちは再び秘密の通路に引き返しました死体の検査はむしろ警察にしてもらった方が良いと思いましたので私は手をつけずにそのまま元の応接室に引き返しました私の考えでは安倍さんとおっしゃる人がお父さんを殺して それから秘密の通路で自殺なさったのだろうと思います。これで事件は意外にも早く解決されたと思います。が、詳しいことは警察の人に任せましょう。こう言って私は、私の好きなバットに転化して、再会を訳して内心大いに得意になりながら、保つ氏の熱い感謝の言葉を受けて、ほどなく、 原口邸を辞しました翌日の新聞紙には安倍氏の死体発見の顛末が報せられ新聞記者たちは私の家に押しかけてきて一躍私は名探偵として褒め上げられました私はそれまで下女も雇わずたった一人きりで暮らしていましたが この様子では事件の依頼者が多くなるだろうと思って新しい借家を物色すべく毎日出かけましたところが私の発見した事実に変わりはなくても私の解釈はすこぶる違っていてまもなく私は得意の鼻をくじかれてしまったのでありますそうして私立探偵という職業は 到底私の柄ではなかったことを悟ったのでありますちょうど私が安倍氏の死体を発見してから5日目の午前のことです私が例のごとく借家探しに出かけようとすると原口家の書斎が来て今警察のお方が見えてお礼方々一度お伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうかもしこちらへ来ていただくことができたら それにししたた。幸いはありまません。との言葉を伝えました私は早速承知をして先へ行きますと田茂氏が出てきて例の応接室へ案内してくれましたそこには制服を着た一人の刑事がいまして田茂氏の紹介が済むとニコニコして私を迎えてくれました私は窓際に重く垂れ下がっているカーテンの前の椅子に腰を下ろして 机を隔てて刑事と対座しましまたどうも今回はいろいろご苦労様でしたおかげで事件も終結に近づいたようですからちょっとご挨拶をしておこうと思ってこうしてお運びを願ったわけですと刑事は丁寧に愛想よく言いましたいや全く怪我の巧妙でしたと私は答えてポケットからバットを出して吸いました すると、刑事は突然。大久保さん、あなたはバットをお吸いのようですが、他の巻きコは召し上がりませんかと尋ねました。はあ、バットしか吸いません。と、私は何気なく答えました。そうですか。と答えた刑事の声は、興奮のため少しく震えていました。 私は不審に思って「なぜですか?」と尋ねると「え別に何でもありませんどうもタバコというものは吸いかけると一つのものしか吸いたくなくなります私も敷島以外には吸わないのですよ」と刑事は答えました私は何となくこの会話が不愉快になってきましたので時に やっぱり安倍さんが原口さんを殺して自殺なさったと決まりましたかと尋ねましたすると刑事は意外にも顔を曇らせて言いました実はどうも少し変なところがあるのであなたにもご相談を願いたいと思ったのです変なところとはどんなことですかはじめから申し上げなければわかりませんが 阿部さんの死体があなたの手によって発見されましたから直ちに警察では活動を始め仮埋葬に付してあった原口さんの死体を再検査してみますと原口さんを殺した凶器は確かに阿部さんの握っていた担当だと分かりましたところが阿部さんの死体は一見自殺のように見えておりましてもどうもそうではないようなところがあるんです 第阿部さんは心臓部に視察を受けて死んでいられるにもかかわらず石畳の上に血がほんの少ししかこぼれていませんからどうも阿部さんの死体は他の場所からあそこへ運ばれたのではないかと思われるのですなるほど警察の探偵は細かいところへ目をつけるものだと私は思いましたしかし心臓部を刺すと内出血の方が甚ははだしいのですから 海外へは血の流れ出ることが少ないのが普通ではありませんかと私は反駁してみましたところがと刑事は続けました証拠はそればかりではないのですあなたもご覧になりました通り安倍さんはあのお稲荷さんの祠から忍び込んでその階段の下で下駄を脱がれた体になっておりますしてみると安倍さんは 旅裸足であの石畳の上を歩かれたことになりましょうところが安部さんの旅には少しも泥がついていないのです少なくともあの石畳の上をあれだけ歩いた痕跡が見られなかったのです私はびっくりしましたさすがに専門家だけあると思って感心しながらもいささか気味が悪くなりましたそうして その歴然たる証拠を反駁するだけの理由を見いだすことができなかったのでただうなずいて緊張するのでありましたですから確かに安倍さんはよそで殺されてあそこへ運ばれたものと考えて差し支えないと思いますすると次のようないくつかの推定が行われうると思います第1に原口さんが安倍さんを殺してあそこに運び込み 後原口さんが何者かの手で殺されたということ。第2に、安倍さんが原口さんを殺し、後安倍さんが第三者によって殺され、あそこへ運ばれたということ。第3に、原口さんと安倍さんとが別々の人によって殺され、安倍さんの死体があそこに運ばれたということなどであります。 しかしこれらの推定はこれから申し上げようとする第4の推定に比べるとどうも真実性が乏しいように思うのでありますその理由は今ここで詳しく述べる余裕はありませんから第4の最も真実らしい推定を申し上げることにしますそれは何かと言いますと原口さんも安倍さんも同一の犯人によって殺され犯人は 自分への嫌疑を免れるために、安倍さんが原口さんを殺して、叱る後自殺したように見せかけたに違いないということであります。私はこの明快な議論に、やはりただ頷くばかりでありました。刑事は続けました。すると、その犯人は誰であるかという問題になってきます。私たちはここで、 当然殺害の動機について考えなければなりませんご零速を前に控えて甚ははだ申しにくいことですが原口さんは金銭上では随分多数の人から恨みを受けておいでになりましたでその方面について原口さんの書類を調べてみたのですけれどまるで雲をつかむようで手がつけられませんでしたそこで私たちは再び出発点に戻って 物的証拠を得ようと努力したのであります殺害の行われたこの部屋はすでに以前に一度検査しましたので私たちは主として秘密の通路を検査したのでありますすると果たして12の新しい手がかりを発見したのですそのうち一番大切なのは鉄の階段の手すりにある男の指紋を発見したことです その指紋は原口さんのでもなく安倍さんのでもなくまた現にこの家に住んでいられる人のものでもありませんでした私はなんとなくぎょっとしましたこの警察の探偵の組織だった捜査法には一種の圧迫を感じ胸が悪くなるような気がしましたさてその指紋を発見して私たちの当然行う順序は そのの指紋の持ち主が前科者でないかかどうかを取り調べることですところが警視庁の台帳と照らし合わせた結果幸いなことにその指紋の持ち主が発見されたのですそれは今から10年ほど前に原口さんの秘書をしていて原口さんの金をごまかし北海道の刑務所に8年間服役して3ヶ月ほど前に放免された 水谷晋という男なのです。えと、保氏はその時驚いて叫びました。水谷晋の名は父から聞いたことがあります。私は一度も顔を見たことがありませんが、今のお話で犯人は水谷に違いありませんから、早く逮捕して父の仇を取ってください。私もかなりに驚きましたが、 すぐ冷静になって考えましたしかしその水谷が以前にこの家にいたのでしたら秘密の通路を知っていましょうし従って階段に指紋が残っていたとしても別に不思議ではないのでありませんかと私は反駁したそうです無論私たちもその点を考えましたしかし 水谷が放免されて自由の身となっている以上私たちは水谷を探し出して一応尋問してみるのが当然の務めであると思い現に彼の行方を捜索しているのでありますしかし彼の行方はいまだに分かりませんそこで私たちは順序として安倍さんがどこで殺されてあそこに運ばれたかを探そうと思いましたところが 阿部さんの身体検査をして私たちはちょっとした発見をしましたというのは阿部さんのたもとから1本の巻きタバコが発見されたのです奥さんに聞きますと阿部さんは平素朝日以外のタバコは決して吸わなかったそうですしかるにたもとから発見されたのはバットだったのです奥さんは、 いつも阿部さんの外出なさる時にたもとに紙とハンケチが揃っているかどうかを調べなさるのでそのバットは阿部さんが殺されなさった日に多分訪問先でもらわれたものだろうと考えられるのですしかしバットを吸う人は世間に無数にあります現にあなた自身もバットをお吸いになっているのですからバットの吸い主をいちいち捜索することは到底不可能であります こう言って刑事は私の顔を見つめました私は非常に不愉快な気持ちになりましたそこで当然私たちは別の方面を捜索することになりました死体を艇内に運び込むということはたとえ夜分とはいえずいぶん危険なことであるから犯人は別の方法を取ったのではないかと考えたのでありますすなわち 秘密の通路にさらに一つの秘密の通路があってそこから犯人は死体を運び入れたのではないかと思いましたそこで検査してみるとどうでしょう稲荷の祠の下の階段の奥に位するいわば突き当たりのところの御影石が容易に離れてくるではありませんかそこでなお精密に調べてみると 直径3尺ぐらいのトンネルが最近掘られてそれが再び埋められたような痕跡が発見されましたそうしてそのトンネルの方向を見ますとどうもあなたのお住まいの方に走っているようでしたから今失礼ですけれどあなたのオルスタクへ部下の者が検査に参っているのであります 私はこれを聞いて思わず飛び上がりました全身の筋肉が激しく震いましたすると刑事も立ち上がって冷静に言いました大久保さん失礼ついでにあなたの指紋を取らせていただけませんか私は思わずもポケットに右手を入れてピストルを取り出しましたこの時遅く かねてカーテンの陰に隠れていたと見えて二人の刑事が後ろから私の両手を強くつかみましたすると今まで退座していた刑事はつかつかと私のそばに歩み寄り手早く私に手錠をかけ水谷真君、本官は原口安倍漁師殺害の犯人として君を逮捕する と、凛とした声で言い放ちましたかくて私が苦心に苦心をして計画し遂行した犯罪はもろくもバレてしまいました大久保豊の名に隠れて私立探偵となった私はもはや申すまでもなく10年前に原口に雇われてその秘書となった水谷真であります 阿部はその自分から原口の腹心のとで二人は法律に触れぬ範囲であらゆる悪事を計画して悪戦をため込んだのでありますそのうちに公職官たる原口は不倫にも私の妻にけそうして阿部と計って私にどしどし金を使わせました私は罠であると知らずに原口の金を使い込みましたがそのうちに 詐欺横領で訴えられ嫌おなしに8年の懲役に処せられて北海道で服役しなければならぬことになりましたその留守中に原口は妻を無理に往生させましたが妻は1年ばかり後に死にました私は原口と安倍とに必ず復讐しようと決心し刑務所を出るなり まず口ひげを生やし眼鏡をかけて風祭を変え原口の近所を徘徊しておりますと偶然にも原口邸の裏通りに一軒の借家を見つけましたので早速それを借りて住まいましたそうして私はかねて原口邸の秘密の通路を知っておりましたから私の家からあの秘密の通路に通ずるトンネルを作ろうと決心したのであります 私は座敷の縁板を外してそこに穴を掘りかけ約1ヶ月ばかりかかって目的を達しました北海道で服役中土掘りをよくやりましたから少しも苦しくはありませんでしたそこで私はいよいよ私立探偵の看板を掲げたのであります彼らはいかがわしい仕事ばかりしておりましたから 私立探偵になればきっと彼らに近づくことができると思ったのです果たして阿部は私が広告を配った翌日の午後私を訪ねてきました私は用心して彼を迎え入れバットを進めましたところ彼は一本取ってそれをたもとに入れましたそのことを私はすっかり忘れてしまったのです しばらく世間話をしているうちに、狡猾な彼は、私が水谷であることを看破してしまいました。私は、カッとなって、隠し持った担当で心臓部を刺しますと、彼はひとたまりもなくその場に倒れ、血は滝のように流れ出ました。私はそれから現場の掃除をして、死体を氷に入れ、夜になるのを待ちました。私は、 阿部を指した同じ担当を携えゴムの手袋をはめて秘密の通路から原口の応接室の裏側まで行って立ち聞きして機械を待っておりますとその夜遅くまで彼は客と話しておりましたやがて客は帰って行き彼は玄関まで送り出しに行きましたからその間に私は応接室に忍び込んでカーテンの陰に隠れていますと 間もなく原口は一人で帰ってきましたので踊り出てその心臓を刺し彼の絶命するのを見届けて再び秘密室から私の家へ帰りましたそれから阿部の死体を運んで狂気を握らせたのですがその際下駄を持っていくことを忘れませんでしたしかし今から思えば その下駄の置き場が悪かったために私の罪はバレたと言ってもよいのですなお安倍の帽子とマントとは焼き払ってしまいましたそれから4日間かかって私はトンネルをうずめにかかりました少なくとも秘密の通路に接する部分を12件埋めたのでありますそして私の家の座敷の下の部分も埋めました ところがトンネルが秘密の通路に接している部分すなわちトンネルの出口を私はこちら側からできるだけ注意して御影石を並べたつもりですがもし秘密の通路を少しく精密に検査された時その部分が目につきやすいですからどうしても秘密の通路に入っていって石をうまく並べてこなければならぬと思いましたところが 秘密の通路の存在を知っている人がなかったと見え警察の手によっても発見されませんでした今から思えば私があのまま姿を隠してしまえば永久に阿部の死体も発見されず私も無事に暮らすことができたかもしれませんしかし罪を犯すと少しのことが気になるものですそれに 一つは世間を驚かしてみたいというような変な共栄心も手伝って私はとうとう私立探偵として原口邸に乗り込み秘密の通路へ堂々と入り込もうと計画したのでありますそうしていよいよ田蔵氏と共に入り込んだ時私はわざとろうそくの火を消してマッチが知れぬと偽り田蔵師を一時遠ざけ その間にひそかに携えていた懐中電灯を出してその光によってトンネルの出口の石をうまく並べて何食わぬ顔を装っていたのでありますそうして一時はまんまと世間を欺いたつもりでおりましたところが秘密の通路に入る際うっかり階段の手すりに指紋を残しその他前に記したような二三の手ぬかりをしていたため 私の罪は見事に発覚しました。私は遠からず講師台に登らねばなりませんが、この世の中から原口阿部の二人の悪人を私の手で覗くことのできたのは、せめてもの心やりであります。